砂まみれ、ああ砂がついた。はい、じゃあ、取られたところから随時各機関のように出発してください。シクロシマレル絶景8番と9番と10番の選手おられますか。はい、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 オッケーオッケーバッチリだね。右から気をつけて、多分元に座るのですか。ちょっと滑るね。滑るね。さあスタートまであとおよそ10分から15分ほどかかりますが、皆さんどうぞ。まずはゆるキャラの皆さんはスタートポジションについてください。どうぞスタートポジションについてください。滑るしビニールで。各機関の選手たちが今ご一緒に知っておりますので、ちょっとドキドキします。お願いします。すいません、一個の操作が可愛い。可愛いですね。ありがとうございます。さあそして注目されていますのはゼッケン7番トリカイウォッチと組みます。あ、ゼッケン6番のテントウムシと組みます。シマネッコです。シマネッコ登場でございます。大人気ですね、毎年毎年。でも全力で走りますので、シマネッコが仮にこのレースでこけますと足元のビニールが意味がなくなります。こけないように全力疾走よろしくお願いします。さあそしてゼッケン7番取り替え星と組みますのは鳥内のキャラクターです。トリリンです。トリリン、もうちょっと一歩前へ。トリリン前、トリリン前。あ、見ました、トリリン。トリリン足が細いですね。細いですね。足が速そうですけどね。ただ膝が曲がるかどうかというところでございますが、はい、さあ続いてゼッケン8番レイトブルーマンと組みますのは日本海テレビのキャラクターブッピーでございます。ブッピーちょっと走ってみてください。ちょっと走ってくださいよ、ブッピー。この程度でございます。ブッピー眉毛が動くんですか。そうなんです。ブッピーちょっと眉毛を皆さんに見ていただきますか。動かしてもらっていいですか。ブッピーが悲しい時はどういう表情ですか。こういう表情なんですね。今流行りの困り顔じゃないですか。ブッピーが怒った時はどういう表情だ。ブッピーが無表情な時はどうでしょう。こんな程度でございますよ。はい、皆さんブッピーの眉毛表情にも分かりました。眉毛を直してあげてください。はい、眉毛のお手入れをしている最中です。続いてゼッケン9番ですが、ワンフォアミートオールフォーミートというチームなんですが、ダイナム東京からやってきました、キャンディーです。キャンディー、かわいいじゃないですか。感じですね。履いてますね。キャンディーは足は速いんですか。走ってみて。ちょっと走ってみて。かわいい。ほぼ前に進んでおりません。キャンディーとボリューはどういう関係ですか。どういう関係ですか。兄弟です。え、兄弟です。兄弟ですか。兄弟ですか。長男と末っ子ですね。新品そうなので明日5人揃いますので、5人揃うということで、はい、そうだよね。なるほどね。小田さんでございます。続き10番、稲井さんが3章を取るんではないかと話しました。七夕と組みます米子水道局のマッキンマンです。マッキンマン、マッキンマン、マッキンマン、マッキンマンの取り合いが入っております。マッキンマンはジャンプでもできそうな、そうですね、バンドがついてますから飛べるっていう。マキマン、ちょっとジャンプしてもらっていいですか。おぉマキンマン、いいな。表情がいいですね。表情がいいですね。マキンマンですが、3回目の出場ということになります。ありがとうございます。気合い入ってしまいます。さあ、そして11番チームソレイユと組みますのは子供の国からメルーナでございます。上品じゃないですか。
上品ですね、ミルーナ。ちょっと走っていただいてもよろしいですか？あ、意外と早いですね。早いね、意外に早いね。マージュ君が見守ってますからね、こちらの方で。相方の、相方ですか、どういった関係ですか、このお二人は。このお二人は。どういう感じですか？違う違う、帰ると思う。担当の方もこれから仲はいいというか、仲はいいなさそうですね。よろしくお願いしますね。さあ続いてゼッケン12番ですが、勝負連駅伝部の皆さんと組みますのは広島県昭和市からやってきました黒山くんです。黒山くん、黒山くん2年前区間賞を取れ取りましたよ。最後はもう倒れ込みましたからね。足がもげたような記憶がありますが、黒山くん気合いのほどどうでしょうか？はい、来ております。運動神経いいですよ、黒山くん。黒山くんと組むということで、黒山くんとマックスマンあたりが非常に楽しみですね。楽しみですね。大きいのと小さいのと。でも、マーリくんもちょっと感覚ですからね。マーリくんもどのような発信を見せてくれるんでしょうか。さあ、そして、ゼッケン13番ですが、アンガオフクレンからは、トリミーでございます。おいしい。ゆるキャラ、アトリティだと思います。名前をいただきました。ゆるキャラ王国鳥取を引っ張る存在であります。鳥取県から鳥取でございます。鳥取県から鳥取をパッチングしております。さあ、鳥取のちょうど右側にいるのは日本海テレビのカメラマンだと思いますが、皆さん、ニュースに映るかもしれませんので、素敵な表情をお目かけしっかりしてください。鳥取県から鳥取でございます。ぜひゆるキャラの皆さんと鶏欲でございます。何かポーズをしていただければ昼のニュースに使われるかもしれません。皆さん夕方のニュースかもしれません。ぜひご覧いただければと思います。さあ続いてゼッケン14番は日の丸印刷さんですが、そろそろやってきました。去年のゆるキャラグランプリの大津でございます。さの丸さの丸、栃木県からありがとうございます。さあ、さの丸と一緒に来た栃木のスタッフの方、ちょっと一言いただきたいと思いますが、今日は栃木県からやってきたということで、いつ来たくなんですか？昨日4時ぐらいにこちらに来てもらったスーパーハットになって、サノマルが栃木県に登場するのを到着したっていうのはこれ初めてです。初めてね。なんで来てくれたんですか？やっぱり全国をですね、サノマルを登場したいと思ってまして、そういう意味で今回こういう日に来まして、一回だなと思います。サノマルの PR をさせていただきたいと思いまして、はい、伺いました。これちなみに、サノマルの頭に登場するのはこれなんでしょう？はい、これ地元のご当地ラーメンなんですけども、サラーメンというのがありまして、はい、そのサラーメンのご飯の方を頭に乗っています。なるほど、お母さんがサラマルの写真を撮りたいということで、お母さんね、栃木から来たんですよ。栃木から来たんですか？栃木からマジか、すげえ。お母さんがいらっしゃいました。このお母さんに皆さん盛大な拍手をお願いします。ありがとうございます。お母さん、私も一緒、お母さん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 も一緒、さあ、栃木からお母さんが来たということなんですね。すごいですよね。すごいですよね。さっきまで一緒だったという。出ないということで、乗り遅れございます。グラスケ君です。グラスケ君のゴールデンウィークのスケジュールを、ビジネスニュースの時代に確認しました。頑張れ。すごい音がする。そんなグラスケ君は今カメラの前で乗り遅れございますので、ぜひですね、全国の皆さんもこのグラスケ君を応援していただきたいと思いますね。鳥取県のど真ん中でございます。そうですよ、なんともキュートなキャラクターでございます。ぜひグラスケ君の全国各地に呼んであげてください。お願いします。ゆるいになります。今は分かんないですけど、どういうあれ。ぜひ、その次のお母さんもグラスケ君と一緒に写真撮ってください。ありがとうございます、ね。さあ、この他にもですね、イライちゃん、
仲間たちがいるのでちょっと紹介させていただきたいと思います。鳥取砂丘子供の次からですね、ベルーナが走るんですが、バージです、バージでーす。あー、はい、今日はスタートの一緒に登り一緒にやってくれます。はい、さあ続きまして、パンチの前がいまして、岡山県から、ももちの浦地、ももちの浦地見てないです。今日見てないですね。まだ到着してないですね。可能性ありますね。オロチ君、じゃあオロチ君紹介しましょう。オロチ君、オロチ君でございます。オロチ君、じゃあせっかくなのでオロチ君こっちに来てください。オロチ君、スタッフの方もオロチ君と一緒に来ていただいて、ずっと前のゆるキャラたちのこの表情を皆さんカメラにお収めください。よろしいでしょうか。さあ緊張のスタートを皆さん、観光客の皆さんと一緒に声を合わせて10秒前から稼いたいと思います。観光客の皆さん、よろしいでしょうか。皆さんの声、気持ちでこのゆるキャラたちがスタートします。いきますよ、よろしいでしょうか。一区の皆さん、準備はよろしいですか。さあ第4回鳥取砂丘オールスターズ駅伝、スタートまで10秒前です。それではいきます。9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。いけ、ドリフィーが速い。さらに黒山君も追い上げる。黒山君もさらに追い上げた。ドリフィー、知らない、黒山君が、黒山くんの足が、黒山くんの足が、お子さんは見ないでください。子供たちは見てはいけません。黒山くんの足が取りました。さあそしてクラスケが最後、クラスケが最後のゴールです。クラスケも頑張りました。黒山くんは今手術中です。区間賞を取れそうだったトリピーなんですが、残り2メートルで転倒しました。そうなんですか。トリピーの口元が、ややおかしくなっております。トリピーの口元の周りが何か崩れそうでございます。トリピーが